やばいですね。ドキドキや。寝れませんでした。歩いてる人止めて、こう振り返ってもらえるぐらいの歌を歌いたいですね。前坂とカジノが担当するオープニングアクトは、本公演が始まる前、観客の入場中に行われる。つまり自分たちに全く興味のない観客に歌声を届けなくてはならない。失礼します。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとね、急ですいません。いえいえ、ありがとうございます。緊張はしない？あ、いえ、全然めっちゃ緊張します。あんまり気にしないで、はい、やってください。はい、ちょっとステージ見に行こう。はい、お願いします。本間の案内で本番前のステージへ。おー、すごい。紅白歌合戦も行われる伝統あるステージ、 NHK ホール。ここでこの後歌声を披露することになる。そんな大舞台に2人は、いや広いな、めっちゃ広いな。広い、なんかワクワクしてる。楽しみやね。楽しみ。綺麗だ。はい、はい、ありがとうございます。また後でじゃ。はい。本間からエールをもらった2人は、先にステージに立つ先輩佐々木、中谷と合流。リハーサルへ。何もかも初体験という緊張の中、なんとかリハーサルを終えた。そんな中、いよいよ入場開始。出番も近づき、先ほどまでの余裕を失いつつある2人。するとそこへ、大丈夫、大丈夫。腹式呼吸がちゃんと完璧。2ヶ月間、2人に歌唱指導をしてくれた佐々木久美先生が応援に駆けつけた。大丈夫、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 楽しんで、はい、歌ってください。はい、ありがとうございます。見守ってるから。ありがとうございます。その頃、会場では着々と席が埋まっていた。皆さんこんにちは。ついにオープニングアクトがスタート。始まりました。はい、思ってた以上にいますけど、お客さん。でも、はい、大丈夫です。楽しんで、本当に楽しんで歌えたらいいなと思ってます。ありがとうございました。裸になるのさ、危険だ、夏の魔法は。中谷優心でした。先輩2人が見事なパフォーマンスを披露。そして、はい、お願いします。行ってきます。頑張ります。行ってきます。はい、10秒前。はい、行ってきますね。OK。 行き一発。はい、はい、はい、行ってらっしゃい。いよいよ本番の時を迎える。